マリアの仮装はこんなんです。幼稚園生ゆうかのスモックの仮装をしてます。買ったんですけど、名札とかカバンもついてて、あと帽子もついてました。すごい可愛くて、水色とピンクがあって、なんか水色の方が幼稚園っぽくないですか。だから水色にして、で襟も可愛いんですよ。ググじゃなくてちょっと丸まってるのとか、黄色い帽子で黄色いカバンみたいな感じのが可愛いです。1位取れますよ。はい、メインの仮装は猫メイドです。猫メイドは実は去年もやったんですけど、私もやっちゃおうってことで猫メイドです。猫ちゃんのカチューシャとメイドのお洋服と、かわいいちょっと靴下とか履いちゃって仮装してみました。なんかちょっとあざとめみたいな感じかなって思うんですけど、こんな感じです。はい、シスターのコスプレっていうことで帽子かぶって、そう、本当にこの帽子かぶるのに超時間かかったんです。なのに落ちてくるからちょっと困ってて、時間かけたっていうことで1位を狙っていこうかなと思ってて、ベルト忘れちゃったんですけど、ベルトなしでもちょっと可愛いかなって思って、そこもね1位のポイントから。で、黒みたいな、黒と白で統一してるので、あ、統一つもりなかったんですけど統一できちゃって、黒と白っていうことでハロウィンっていうことで1位を狙っていこうと思います。ハロウィンなんで黒と白です。バイバーイ。はい、ということで今回の私のハロウィンの仮装のポイントはですね、イーブイです。尻尾が可愛いんですよ。ちょっとね、他の4人とはちょっとジャンルが違うかなと思ってるので、そこが1位を狙うポイントですね。ちょっと外したっていう、ちょっとお菓子をあげようと思ってちゃんと持ってきました。これはちょっとね、イーブイだと思う、予想できない、ちょっとハロウィンっぽい怖さも入れていこうかなと思って、これもポイントとなっております。はい、では次の方へどうぞ。はい、ということで私はキョンシーのコスプレをしました。雰囲気もすごい自分に合ってるなみたいな思って買ったんですけど、ちょっとこだわりポイントはちょっとこっち来てもらっていいですか。見てください、カラコンをいつもつけないグレー系にしてみました。これはフランミーのゴマバームって言います。なんか珍しくツインテールなんてしちゃって、ちょっと怖い感じにしました。流行ってますよねこれ、なんかこれはもうちょっとカラコンまでこだわったからには1位になれるんじゃないかと思ってますので、アピールは、たくさんこだわりました。ぜひ1位にしてください。バイバイ。はい、ということで、みんなかわいい、かわいい、なんかみんなかわいい、みんな慣れてる。あったかい、超目立つよ。明るい、一番目立つ。はい、ありがとうございます。尻尾が可愛い、うん、だってちょっと近くにできる、マリアって書いてある、なんかに、そう、可愛いよねこれ、可愛い、今思っちゃった。あるよね、マリアって書くよね、可愛い、
ちびくん組だそうです。お、そういうこと。てか、なりきってるんですよ。確かに動画にすぐなりきってます。笑い声とかいつも踊ったりとか、いつも超なりきれるってことですね。あ、そう、確かに個人的にめっちゃなりきれてるの。なんか、もうさ、なんかもうメイド、メイド、なんかもうメイだからメイドってこと。今さ、そう思っちゃう。どういうことだよ。ちょっと寒くなっちゃったじゃん。メイだって寒いってたから寒い、二人して寒い。最年長寒いね。ごめん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 。これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい。ドンキね。名前出していいのか分かんないけど、ドンキ。あ、ドンキ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 手あげて。はーい。いや、でも本当にドンキのハロウィンのめっちゃあるよね。めっちゃあるからみんな。これ別にハロウィンの PR じゃないけど、別に違うけど。早速決めていただきましょう。はい。それでは流行る1位は。ね、ちょっと決められないのでじゃんけんしてください。ちょっともう、もうちょっと差がつくと思ってたんだけど、みんなめちゃめちゃ可愛くて決めらんなかった。ちょっとびっくりしちゃった、可愛すぎてみんな。ということで、はい、みんな手を出してください。はい、いきます。ガチの幼稚園生いるよ。映ってる映ってる。いきます。入れるで、こういうなりきりの時に牛じゃんけんにあるよ。本当に最初はじゃんけんパン。はい、ゴーでしょ。いや、負けたくない。どっちが勝っても負けても仲良くして仲良くしようね。最初はありがとう。やったー、負けちゃった。ということで、2022年ハロウィンピンクラテ TV の仮装大賞はユナでーす。泣いてる。見えない見えない。泣いてる。ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。